2回戦タイプの違う選手との対戦だと思うんですけども、それぞれ振り返っていただけますか。はい、そうですね、まあ、こうやって16人に絞られたということで、やっぱり1回戦から厳しい戦いが、まあ、繰り広げられてるんですけど、まあ、自分自身はやっぱこう年齢も高校生1回戦でカットマンで、でその次からのこうラリーで、まあ、実力のある選手だったので、やっぱ多分他の人よりも1回戦感が強いというか、みんなは2回戦ちょっと体が上がってきてるのが、まあ、私としては、まあ、裏裏との試合が 2試合目が1試合目だったので、まあ、そういう部分で難しいところはあったんですけど、でもしっかり、いい状態でこう勝利することができて、柴田選手の中で、こう平谷選手が一番こう何でしょう、手応え感じられた部分ってどこになりますでしょうか。そうですね、柴田選手はやっぱり粘り強さがあって、まあ、3-0 で勝っててもやっぱ 3-4 でひっくり返すような力がある選手なので、まあ、その 3-0 の 4-8 負けかな、から 7-8 まで行って、まあ、でもそこで勢いはあって、あ、このまま行くかもなっていう感覚はあったんですけど、でもまあアンラッキーが、まあ、ちょっとそのゲームは取れなかったんですけど、そこでまた 3-1 リードになった時の5ゲーム目の自分の入りだったりとか、その相手がボールがだんだんラリーが続いたりとかして慣れてきてる状態で、ちょっとだけ自分自身のボールの球質を変えたりとか、まあ、そういう部分がなんか打ち急がなくなったっていうか、焦りがなくなってきたなと。23歳になられて、こう最初の国内での大会でしたけど、今大会に臨めるのって何か心に期する思いなどありましたでしょうか。いや、特に何も考えてなくて、はい、なんか確かに言われてみてそうだなっていう感じなんですけど、まあ、私誕生日になった時も試合、その日試合ありましたし、なんか私の誕生日は試合に揉まれて消されていってる感じなので、まあそれだけ試合が多いことはすごくいいことだと思いますし、でもやっぱ22歳でできなかったこと、成し遂げられなかったことっていうのは23歳で一つこうクリアしていきたいなと思います。最後に明日の意気込みをお願いいたします。はい、まあ明日も厳しい戦いっていうのは続くと思うんですけど、まあ、しっかり、相手がやってきていること、そして自分ができることっていうのをしっかり整理して試合に入りたいと思いますし、どの選手よりも向かっていく気持ちで、チャレンジャーの気持ちで元気に頑張りたいと思います。大丈夫です。以上です。今日は柴田選手の試合の中でラリーで勝って結構笑顔だったり出てたと思うんですけど、そういった場面じゃなくても結構笑顔だったのが印象的で、なんかあれはどういう、こうやってきたことが出たっていう笑顔だったか。そうです、そのまんまです。練習したことがわーできたーって言ってベンチの、あの上の応援席を見てるって、ただそれだけです。なんか特に今日これこのプレーできてよかったなみたいなのって覚えてますか。多分、まあ、いろいろあるのはあるんですけど、5ゲーム目の 1本目か2本目ぐらい、あのロビングになった時に、やっぱそのロビングになったはいいけど、やっぱ点数が取れないと意味がないので、やっぱそこをちょっとこう、まあ、遊び感覚から始めてますけど、練習の中で点数を取る練習をしてきてたので、まあ、そこでちょっと相手に圧をかけられた得点だったのかなと思います。なんか久々のチャレンジャーという感じで臨む大会で、まあ、明日勝っても負けても伊藤選手と平野選手、この間対決することになると思うんですけど、そこに対する意気込みはどうですか。まあ、今は何も考えてないですね。やっぱ準決勝の相手も強いので、まずは本当に目の前の試合、そして、まあ、平野選手と対戦することになっても伊藤選手と対戦することになっても、自分がやるべきことっていうのは変わらないので、やっぱそういう部分でしっかり自分の力を出せるように最後まで頑張りたいなと思います。ありがとうございます。